か全然出てこない。調べても意味なかった電子辞書。めっちゃ集中してた。さっきひゆかのさルームをたまたま入ったらちょっとびっくりして、いつものひゆかじゃなさすぎてびっくりした。鹿落としってやつ。ワンタンメンさんありがとうございます。これねお姉ちゃんがなんかデコったからちょい皮なんだよね。電池だった、やっぱ電池がなくて入れ替えました。爆笑しちゃったよ。エイトの日お昼の分当たりました。ササッとメイクの佐々木さん、すごい持ってらっしゃいますね。すごすぎる、やば、おめでとうございます。楽しみにしてます。すごいびっくり。アキーさんだるまありがとうございます。すごいね。ではなんか勉強急にスイッチ入ってさっきめっちゃしちゃった。はこの枠ではまずインスタとツイッターのあれを考えます。あ、書きます。ツイッター、もう下書きなしで書いちゃおう。なんかより多くの方にインスタとツイッターをフォローしていただくために書きます。コノボさん誰もありがとうございます。ツイッター、なんかちっちゃくなってる、だんだん。やだん。インスタグラム大文字なんだ最初。これアットマークいるよね。インスタグラムってアットマークいらないのかな。まあ書かないでおこう。あ、て、あ、テロップ書けないんですよ、バグっちゃうの。
すごい挟まれてる。キャーそうバグっちゃうんですよね。思った字ちっちゃくなってる。この色かわいい。他の iPad とかなんか最初の方はバグってなかったんだけど、なんかわかんないけどバグるようになっちゃってさ、キーボードがずっと。ね、身動き取れなくなりそう。この辺、ね、あ、いいんじゃない。あ、挟まれちゃったよ挟まれちゃった。見えるかな。どう。TikTok はしてないです。もう左に動けない。こんな感じできない。動けなくなりました。中央固定になる。あー動きたくなる。キャー可愛いでしょネイル。徳永、あー最悪徳永なのに。ちょっと待って徳永だ。待ってね。必殺技です。めっちゃ安くなった。見えるかな。安くなっちゃった。あ、見えないか。イベント参加中の下がいいかも。なるほど。じゃあこれをもっと上にしたらいいかな。アドバイスありがとう。もうやだ、こういうところでさ雑なのが分かっちゃうよ。破れちゃった。やんなっちゃうわ。あれ？あ、こうかこんな感じ。なんか斜めってね。今日はなかなか濃い配信ですね自分で言うのもあれだけど。斜めってる。
どうでしょう。大型です。大型は気にしません。だってちょっとしかずれてないもん。最悪の人はどうすべきなの。ここでオッケー。すっきりしたね。これでごちゃごちゃしてたね、さっき。スペースできたね。これでリミが左にずれちゃう。やっぱ気になる。斜めってるの直すか。え、見てここハート。押します。気になる方がいると思うんで。どうだ、斜めじゃなくない？まっすぐだよ多分。あー、ここどう？よし、どうだ。斜め、斜めか。向いてないのかも。もうこれだけで配信終わっちゃうよ今日。一生エール。もう何時？あ、もう15分経っちゃう。やばい。雑談なんてしてるない。まだ。粘着力が。ここ？こうだへん？めっちゃ方言じった。こうだよ。こうだ。いた。斜めってる。後でやろう。そうですね、後でやるのが正解だと思う。恥ずかしい。でもなんかレミ的にはすごいまっすぐなんですよ。でも配信から見たら斜めに見える。もうこれでいい。確かに斜めかもしれない。まあいいや、これでいきます。本当に斜めだ。あ、結構斜め。スマホで斜めです。いや、結構まっすぐ。めっちゃ斜めじゃない。わー、気になる。まあいいや、リム斜めになろうか。もうやめよう。さっきよりない。やだ。明日の予定を切り替えて、明日の予定は決めたくて、もう夏休みなので日中の配信が OK になるんですよ、明日から。そうだから、明日割に何もないので、お仕事も、だから一日中空いてるので、まあ朝、10時かな、10時ぐらいから、どうしよう、10時から そんな早いと。でも皆さんお仕事か。9時から
10時そして9時から11時11時1時から2時そしたら3時間空いてるから捨て干しができる。おお、どうだ。明日から夏休み太陽なんですよね。仕事中だよね。難しいよね。難しいな。仕事中？確認はしてます。もちろん大丈夫です。ちゃんとできるので明日から、そう明日からできるようになるので、そう。7時8時。寿命縮まったよ。時間大丈夫。 G ではなんか G だったら今頃ここにいない。はあ、怖っ。どこから来たのあんな虫。超怖いんだけど。あー怖っ。もうやだ。もう超ビビった。怖い。G だったらリンここにいません今。あー怖っ。もうやだ。まあ気を取り直して気を取り直せないわね。もう怖い。じゃあ気を取り直して10時から11時から11時ね。怖すぎ怖
すぎ。どうですか皆さん、疲れたよ今の。全く見えない、どうしよう。9時から10時、2個目が13時から14時、ラストが18時から19時、どうでしょう。怖すぎ、結構時間やばい、怖。そうだから捨て干しができるかなと思います、これで初めて。あ、携帯充電しろ、それギリギリまで充電しない派なんで。どうかな、こまめにした方がいい。でもさ、分けた方がいい。20時だ、20時から。ああ、なるほどね。じゃあラスト枠を、はあ、怖いな、はあ、ラスト枠を考えられない今、なんかちょっと頭動いてない。ラストアークを20時から21時どうでしょう。とこれは良くないかな。9時から10時、13時から14時、12時からの人が、なるほどね、12時、どうだ。9時から10時、12時から13時、そして最後は20時から21時。どう？8時9時と1枠目を8時9時、そしたら通勤時間とかに見れるんじゃないでしょうか。やばい、時間が怖い。8時9時で、あ、8時9時、12時、13時、20時、21時これでどう？これにしましょう。怖い、時間が。ちょっとランキング読んじゃいます。13位かかしさん、ありがとうございます。12位アニアットマークデミグミさん、ありがとうございます。11位ヤクモ0711さん、ありがとうございます。10位ひろみさん、ありがとうございます。9位おーちゃんレミグミ、レミタンのレミタミツアミかわいいさん、ありがとうございます。8位ワンタンメンさん、ありがとうございます。7位白猫22さん、ありがとうございます。6位キューさん、ありがとうございます。5位カワウソさん、ありがとうございます。5位、4位ニワノワニさん、ありがとうございます。3位北斗ベガさん、ありがとうございます。2位アキアトマクレミグミさん、ありがとうございます。そして1位は立花ナナナナナレミーさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではラキルミー。40位 AE86 さん、ありがとうございます。
続いては62位シルトさん、ありがとうございます。ラスト94位ユノンさん、あ、変わっちゃった。98位ユノンさん、ありがとうございます。皆さんおめでとうございます。心拍数が上がってます。ただいま地で寿命縮まった、リアル。アホギやばい、三つ編み持ち上げた。ね、汚くなっちゃったんだよね、耳触りすぎて。皆さん今日もありがとうございました。お、58分。じゃあ明日は9時から、違う、8時から9時、2枠目が12時から、そしたらさ捨て干しできるよね多分。12時から13時、そしてラストが20時から21時となっておりますので、皆さん お間違いなく、ね、捨て干しできる。あ、皆さん今日もありがとうございました。ではまた明日も共に頑張りましょう。バイバーイ。またね。おやすみ。バイバーイ。皆さん虫には気をつけてください。おやすみ。長いよおやすみなさい長い長い。